中日、年度別、チーム最多安打。2010年、森野正彦、179本。2011年、荒木正弘、143本。2012年、大島洋平、172本。2013年、和田和弘、136本。2014年、大島洋平、186本。2015年、大島洋平、147本。2016年、大島洋平、175本。2017年、大島洋平、京田陽太、149本。2018年、ビシエド、178本。2019年、大島洋平、174本。2020年、大島洋平、146本。2021年、大島洋平、160本。2022年、岡林勇気、161本。